カーライスパルザは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家。カリフォルニア州トーランス出身。チーム大山所属。元 UFC 世界女子ストロー級王者。ザ・アルティメットファイター20優勝。UFC 世界女子ストロー級ランキング3位。レドンドユニオン高校時代に、レスリングと総合格闘技をはじめ、レスリングで優秀な成績を上げ小学生として、面ロ大学に進学。 大学時代にヘナーグレーシーの下でブラジリアン柔術を始めた。2010年2月19日、総合格闘技デビュー。2010年8月12日、ベラトア24で藤井恵とベラトア女子115ポンド級トーナメント1回戦で対戦し、2ラウンドでひしぎ十字固めで敗戦。2010年12月10日、ニーナ・アンサロフと対戦し、2から1で判定勝ち。 2011年6月25日、ベラトア46で、ジェシカアギラーと対戦し、1から2の判定で敗戦。2011年12月2日、フェリス・ヘリックと対戦し、3から0の判定勝利。2012年7月28日、インビクタ FC2 で、サラ・シュナイダーと対戦し、パウンドで、ティーケオー勝利。2013年1月5日、 インビクタ FC4 で行われた、初代インビクタ FC ストロー級王座決定戦で、ベック・ハイアットと対戦し、サンパラレーノも R 判定勝ちを収め王座獲得に、成功した。2014年9月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2 2出場。第一シードに選ばれアンソニー・ペティスのチームに所属。女子ストロー級トーナメントの1回戦で、アンジェラ・ヒル、準々決勝で、 t シャトーレス、準決勝で、ジェシカ・ペネに勝利し、決勝進出を果たした。2014年12月12日、ザ・アルティメット・ファイター20フィナーレの女子ストロー級、トーナメント決勝で、ローズ・ナマユナスと対戦し、リアネ・イキド・チョークで一本勝ちを収め、トーナメント優勝を果たすとともに、初代 UFC 世界女子ストロー級王者に認定された。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2015年3月14日、UFC185 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで女子ストロー級ランキング1位の挑戦者、ヨアナ・エンジェイチックと対戦し、パンチラッシュで小牧きを喫し王座陥落した。肩の手術を受けたため療養期間を1年ほど取った。2016年4月23日、UFC197 で、 女子ストロー級ランキング14位のジュリアナリマと対戦し、判定勝利。2017年6月25日、UFC ファイトナイト、キエーザ・ VSD で女子ストロー級ランキング10位のマリーナ・モロズと対戦し、判定勝ちを収めた。2017年12月30日、UFC219 で女子ストロー級ランキング6位のシンシア・カルビーロと対戦し、 判定勝ち。2018年6月9日、UFC225 で、女子ストロー級ランキング3位のクラウディアガデイリアと対戦し、1から2の判定負け。2018年9月8日、UFC228 で、女子ストロー級ランキング9位のタチアナスアレスと対戦し、TKO 負け。2019年9月21日、UFC ファイトナイト。 ロドリーゲス VS、ステファンズで、女子ストロー級ランキング9位のアレクサグラッソと、対戦し、2から0で判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2020年5月9日、UFC249 で、女子ストロー級ランキング8位のミシェル・ウォーターソンと、対戦し、2から1の、判定勝ち。2020年7月26日、UFC オン ESPN、ウィッタカー VS。 ヒールで、女子ストロー級ランキング9位のマリナ・ロドリンゲスと、対戦し、2から1の、判定勝ち。2021年5月22日、UFC ファイトナイト、フォント VS、ガーブラントで、女子ストロー級ランキング3位のヤン・シャオナンと対戦し、パウンドでニチコ勝ち。パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。ありがとうございます。